始まりました滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀15です。さて今回のトークは形容詞っていうものについて考えていこうと思います。まあこのトークをね初めて聞くぞっていう方もいらっしゃると思うので、そういう初めての方に申し上げておくとですね、まあ、この番組って割と言語学の話をするんですよね、まあ、なのでまあ人生に一回ぐらいですね、形容詞って何なのっていうことを深く考える機会があってもいいんじゃないかっていうことでね、そしてそれが今日この時なんだっていうことでね、まあぜひ聞いてみてくださいね。形容詞ね、何なんでしょうね形容詞。まあ形容詞が何をやってるかっていうことですけど、まあ当然これは品詞の一つで、名詞とか動詞とかね、まあそういうものの一つに形容詞があると。でよく言われるのが、まあ意味としては物の状態とか性質とかそういったものを表すのが形容詞だとか言われるんですけど、まあ言語学の立場から言うとですね、そういう品詞を意味から定義するのはあまりよろしくないと。まあ意味からだったら何とでも言えちゃうっていうことで、意味っていうのはあくまでその付随してくるものと考えてですね、形の方で形容詞っていうのを定義してみようっていうのがね、まあ形容詞に限らず品詞っていうのを定義しようっていうのが言語学の立場となっております。例えば日本語の場合は動詞っていうのは右段で終わるとかですね、歩く、食べる、殺す、こういったものは全部右段で終わっているので、まあ動詞と認められるということですね。で、形容詞っていうのはどういう特徴があるか。これも簡単ですね、日本語。いで終わるってことですね。暑い、寒い、かゆい、うまい、まずい、赤い、青い、ね、こういったものです。つまり、どういった単語が形容詞に分類されるかっていうのは、言語によって異なるということですね。例えば英語のヤングっていうのは日本語で若いで、これどちらも形容詞なんですよね。でヤングの対義語はまあとりあえずオールドっていうのが思いつきますよね。でこれも形容詞なんですよ。で若いの対義語って何だろう、老いたとか年老いたみたいな。なのでまあ若いの対義語は日本語でまあ、形容詞にはないんですよね。まあ、そういうことであまり意味から攻めていくとこういうことになりかねないので、あくまで形にこだわるっていうのが言語学の立場です。でなんでこの形容詞を今回取り上げようと思ったかというとですね、まあ、形容詞ってかなりね微妙な立場にあるんですよ。どう微妙かというとですね、まず名詞と動詞っていうのはどんな言語でもあるっていうふうに言われています。これも議論はあるんですけど、とりあえずそういうことらしいです。まあ、物の名前を表す名詞と、まあ、動作を表したりする動詞ってことですね。で、当然今言ったのも意味から定義しているので、あまりよろしくないんですけど、まあ、とりあえず名詞と動詞はどんな言語にでもあると言われています。一方、形容詞はどんな言語にでもあるかというと、これが微妙らしいんですよ。形容詞はどんな言語にでもあるぞとね、強く主張している人もいますけど、そうとは言い切れないという人もいます。で、形容詞が面白いところはですね、これに加えて、動詞っぽい形容詞や名詞っぽい形容詞があるっていうことなんですね。で、英語の場合は、どちらかというと、名詞っぽいかなって感じがしますね。例えば、He's a student で、彼は学生だですよね。で、He's young で、彼は若い。っていうふうに、He is で、主語、そして be 動詞で、まあ、名詞が出てくるか形容詞が出てくるかっていう感じで、かなり名詞に近いような振る舞い方をするんですよね。その、まあ、文で現れてくる位置が名詞に似ているってことですけど、一方、日本語の形容詞はどうかというと、これはね、むしろ動詞に近いんですよ。というのが、例えば、暑いっていうのが、
暑かったとか暑ければとか、こういうふうに活用があるんですよね。つまり過去形があったり、まあ、条件形があったりするっていうことですけど、これは英語の形容詞が例えば過去形で何か言おうとすると He was young っていうふうに、形容詞の方は何も形が変わらずに B 動詞の方が変わりますよね。で、日本語の形容詞の場合はそれに対して形容詞自体が過去形を持ってるっていうことで、これは動詞とかなり近い特徴ということになります。まあ、行くに対して行ったがあるみたいに、暑いに対して暑かったがあると、こういうことですね。で、日本語の場合はですね、実はこの動詞っぽい形容詞に加えて名詞っぽい形容詞も持ってるんですね。で、これはいわゆる形容動詞と言われるものです。まあ、形容動詞って名前がついてますけど、これは人によっては形容詞の一種として考えます。つまり綺麗だとか静かだっていうのは、これはかなり名詞っぽいんですよね。まあ、名前こそ形容動詞ですけど、本当は名詞っぽいんですよ。それこそ学生だみたいな感じで、綺麗だ静かだっていうふうに、だっていうのが一緒に出てくるんですよね。で、学生だったと同じように綺麗だったっていうふうに、その綺麗の部分は変わらず、その付属品のだとかだったっていうふうに、付属品の方が形が変わるという意味で、形容動詞ってかなり名詞に近い形容詞ということができます。なので日本語って結構面白いんですよね。その2種類形容詞を持っているという点でですね。で、しかも一方の形容詞は動詞に近くて、はたまたもう一方の形容詞は名詞に近いということですね。ただね、これは歴史を紐解いていくとこれもまた面白いんですよ。というのが、今お話ししたように、暑い暑かったみたいに、こういう形容詞は動詞に近いとお話ししたんですが、もっとね、歴史を遡ると、暑かったっていうのは暑くあったの短縮形なんですよね。つまりこれは日本語の形容詞も昔は英語の形容詞っぽかったっていうことなんですよ。まあ、暑いっていう現在形はあるんですけど、それは過去形にしようと思うと、暑くあったっていうふうに、そのあるっていう、まあ、いわば B 動詞みたいなものですよね。そういう助けを借りないと過去のことは言えなかったっていうことで、かなり名詞っぽかったと言えます。他にもですね、例えば早足とか言ったりしますよね。足が速いことですけど、こういうふうに早足っていうふうに、その複合語の一部になることができたっていうことも、まあ、名詞っぽいことの特徴なんですよね。つまり名詞足す名詞の、例えば猿腕とかですね、そういう名詞の足し算と同じように早足っていうのがあるので、これもまた昔の形容詞は名詞っぽかったんじゃないかと言われている根拠の一つです。で、一方形容動詞の方は、まあ、今も昔も、まあ、名詞っぽい形容詞であるっていうことなんですよね。まあ、今までのお話をまとめるとですね、まあ、形容詞っていうのは、まあ、意味としては性質とか状態を表すことが多いですけど、まあ、そういう定義の仕方はとりあえずあまり良くなくてですね、日本語の場合は言って終わると。で、世界の言語を見回すと、名詞っぽい形容詞や動詞っぽい形容詞があって、で、日本語の場合はどちらも持ってるということですね。ただし、まあ、それも時代とともに変わっていくということですね。もともと名詞っぽかった形容詞も、まあ、時代を経ていくうちにですね、動詞っぽくなったりするということです。なので、英語の形容詞はさっきも言ったように名詞っぽくって、日本語の場合は動詞っぽいので、そこでね、ちょっと変な日本語になっちゃったりするんですよね。その非日本語母語話者の方の場合。例えば、昨日は暑いでしたみたいな日本語になっちゃうんですよ。で、これはまあ、英語とかの場合だと、学生です、学生でしたっていうことになるので、暑いですに対して、当然暑いでしたっていうのが想定されるからですよね。ただ日本語の場合は、まあ暑かったですが正しい
というかね、ちゃんとした、いわゆるちゃんとした日本語ということになっています。でもね、よくよく考えたら形容詞にですがつくっていうのもおかしな話なんですよね。これはまあおそらく簡易的な丁寧語みたいな感じでしょうね。本来だったら熱うございますとかっていうのがまあいわゆるちゃんとした日本語なんでしょうけど、まあ簡易的な意味でとりあえず形容詞にですっていうのをつければ熱いです、熱かったです、まあ丁寧語っぽくなるっていうことで、でそれが現代にも広まっちゃってるということですね。というわけで今回のお話は形容詞のお話でした。どうでしょうかね。僕自身は結構面白いなと思って話してるんですけど、皆さんいかがだったでしょうかね。よろしかったらリアクション等いただけるとありがたいです。というわけで今回はここまでということで、また次回お会いいたしましょう。よろしかったら番組フォローお願いいたします。ではまた次回。ごきげんよう。